CMC コーポレーションは1993年に設立して以来24年間拡大を続け、現在ベトナムでのトップ ICT 企業になりました。社員数は2000名以上になっております。親子会社モデルで組織され、現在点でベトナムまたは海外での子会社、合併会社、研究所は11社あり、システムインテグレーション、通信サービス、インターネット、ソフトウェアサービス及び商品と分配の主力事業を通じて国内市場及び海外市場での位置を承認しております。ベトナムでは CMC コーポレーションは政府機関、教育機関、税務、保険、電力、銀行、財務及び他の企業向けの重大的なプロジェクト、信用、一身的パートナーを評価されています。ベトナムで第151番目の規模の企業であり、第32番目の規模の民間企業です。2016年での売上は218億2000万で、税引き前利益は9億3000万を計上しました。2017年以降の CMC コーポレーションはソフトウェア、サービス及び IT 製品を国際市場へ輸出することを目標としたグローバル化を戦略を公開しました。この戦略を通して CMC コーポレーションは国際的な顧客にソフトウェア及び様々な IT サービスだけでなく、統合されたソリューション及びサービスのパッケージを提供する企画です。その最初の注目すべきターゲット市場は韓国や日本やシンガポールなどのアジア諸国です。長期的に CMC グローバルには大変期待をしておりますが、最初の3年間で売上がベトナム国内での売上より高いまたは同等のものを達することが目標で、フォーグローバルの機会を創出し、次に CMC が国際的に認められる企業になることを目指しております。 CMC グローバルは2020年までに1000名の社員で世界中にたくさんの取引所を持つと予想されています。この目標を達成するために CMC コーポレーションは専門的な管理システム及び国際基準による Go グローバル戦略向けの人材育成センターを確立しています。 Go グローバルは CMC コーポレーションの革新のプロジェクトとみなされており、本案件に CMC 創造センター、研究所システムや CMC 人材育成センターなどの近代的な施設を装備しました。この投資は持続可能な発展及び国際的な CMC ブランドの価値構築の方向に対する CMC の取締役会の決定を実証しています。人材育成センターでは Go グローバルプロジェクトのためにプロジェクト実地及び教授の経験豊富な教師体制を迅速に立ち上げました。または国際基準及び CMC プロジェクトの基準に基づいてトレーニングプログラムを作成していました。学習者に国際的な開発者になる前に教育センターで最も良い勉強及び開発条件を目的とした近代的な設備システムに投資してあります。愛と情熱を持って CMC コーポレーションは地域のみならず国際に伸ばす IT 企業でトップ企業になるように精一杯努力しております。CMC コーポレーションは常に自信及び情熱を持って専門性で国際的な品質を持つ IT サービスを提供し、お客様及びパートナー様を満足させていただきます。 CMC デジタルな未来へ。